はい、今回ね、吉谷さんの行き着いた答えは人は変えられないってことでしたけども、私はね、まだね、人は変えられるって信じちゃうんですよね。だから人は多分変わってくれるだろうから、私はずっとこうね、続けるってこともできると思うんですよ。私の姿を見てきっと何人かの人が人生を変えてくれたり、自分の行動を改めてくれたりとかね、なんかその自分の目標に向かってもう一回やってみようかなっていうふうに変わってくれるんじゃないかなと思うんですよ。でそもそも人が変えられないんだったら、なんかね、動機づけることとか励ますことっていうのが私はできないんじゃないかなと思うんですよ。やっぱり人を慰めれば慰められて、励ませば、なんかね、癒されて、勇気が出てみたいなことになると思うんで、私はそうですね、改めて考えてみたら、あらゆる人が変わるんじゃないかなと思ってますよね。出会いは人を変えていくんじゃないかなと思うんですよ。人は他者を変えられる力を持ってると私は思っちゃうんですよね、どうしても。でビジネスを通じて人を変えることっていうのは特によく起きるんじゃないかなと思うんですよ。吉谷さんもね、言われたことがあるかもしれないと。吉谷さんに出会ってから私は人生が変わりましたとかね、久保さんにいろいろ教わって物の見方が変わった、人生変えることができた、考え方、生き方を変えることができた、自分を変えることができたっていうふうになるんじゃないかなと思いますし、少なからずこのね、7、8年の間そういう声をいくつか聞いてきて、ああこんな自分でも人を変えることができるんだ、人の絶望を希望に変えることができるんだっていうふうに私は思っちゃうんですよね。吉谷さんの行き着いた答えは他者を変えることはできないというふうなことであったと思いますけども、私はやっぱりね、そこは、すいません、私は全く違って変えることができると思っちゃうんですよ。ただね、やっぱり誰かがこうね、変わった時とか売り上げがボンと上がった時、変わった時っていうのは私はそこを誇らないんですよね。私がこの人を変えましたとかね、私のおかげでこの人が儲かるようになりました、この人はこういうふうな実績を出したのは私のおかげですってことは、なんかいまいちね、言いにくいっていうかね、その人が自発的に変わったんだろうっていうふうに思うことにしてるんですよ。そこがちょっとね、表現が難しいところなんですよね。他者を変えるために、速化塾ってものがあると言いつつも、誰かが変わった時っていうのは、いやその人が自発的に変わったんで私の影響ではありませんっていうふうになんか言うっていうのはね、なんかそこにはね、自己矛盾をはらんでるんですけども、結論ね、私は人を変えることができると思って今日も生きてますし、今までに少なからず何人かの人を変えてきたんだろうなと思ってます。でこれからもきっとね、私との出会いによりいろんな人の人生変わるんじゃないかなと思うんですよ。それが例えばね、恋愛関係にしてもそうですね。で私はある人との出会いをきっかけに、独身至上主義が大きく変わってね、今みたいな暮らしになりましたし、賃貸主義が一戸建て主義になりましたしね、それは例えばね、与沢さんとかの出会いも私の人生変わりました。一人で稼ぐって本当にあるんだとか、孤立するってすごいいいことなんだとかね、本当なんか私はね、人は変われるんだと、思ってしまいますね。思いたいですね、やっぱりね、そこはこれからも思いたいと思います。こういうのもありますよ。テレビを見てかっこいい車を見て、自分は車に興味がなかったけども買ったみたいなね。だからとかくそのマーケティングとかコマーシャルって人を変えるためにあるのかなとも思いますし、教育ってのも人を変えるためにあるのかなと思いますし、恋愛も人がね、人を変えるためにあるのかなと思いますし、やっぱ私はね、そこはね、どう考えても、私から見える景色では他人を変えることはできると、やっぱり、改めて思いますね。でもね、他人を変えることはできないっていう考え方も、多分あると思いますから、私が思ってた時もありますしね。でこれからも思うかもしれないんで、行ったり来たりかなという自己矛盾の話でございました。では行ってらっしゃい。